気象台によりますと、大型で猛烈な台風第14号が接近しており、明日朝、薩摩地方が暴風域で入り、明日夜の初め頃に最接近、または上陸する恐れがあり、台風の進路によっては、本日の夕方に特別警報を発表する可能性があるとされております。さらに九州南部では、今夜から明日にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があるとされております。このような状況を踏まえ、鹿児島市では本日16時に避難指示を市内全域に発令する予定としており、市民の皆様に最大限の警戒をお願いいたします。市民の皆様には、今一度防災ガイドバックなどで自宅等が災害危険区域で入っていないか、また避難所、避難経路、備蓄品や非常持ち出し品の確認を行っていただくとともに、暗くなる前に、暴風が吹く前に、台風対策や避難行動を完了されますようお願いいたします。また、不要不急の外出は控えるなど、暴風や大雨等への警戒と、命を守る行動を最優先に行っていただきますようお願いいたします。